この度は読んでいただきありがとうございます。私の方では、微生物統合データベースマイクログ DB.jp というものを現在作っておりますので、その利用法についてご紹介します。ただ、その前にまずは、皆さん結構自己紹介をされておりますので、僕も自己紹介のスライドを一つ挟みました。お手元の資料にはないんですけれども、先ほど作りましたので。で、私自身は普段は微生物の群衆を相手にしたいろんな研究を行っています。で、例えば土壌の微生物群衆だったり、あとは人のお腹の中、この場合は乳児ですけれども、乳児のお腹の中の微生物群衆、そこにどういうやつらがいて何をやってるかっていうような解析をしたり、あとはそれらで使う情報解析のツールをとか、あとはプライマーですね、ユニバーサルプライマーなどを作ったりもしています。で、今日の話はこの統合データベースの話なんですけども、それ以外、微生物以外としてデータの形式としては非常に似ているんですけれども、すでに絶滅した動物だったり植物とかっていうのは、骨であったり種子などに割と昔の DNA を残してたりしますので、それらを解析して、そこか、それもほぼメタゲノムデータに近い状態なんですけども、そこから当時の生物がどういうような系統関係になってたのかっていうのを明らかにする古代 DNA の解析っていうのを最近やっています。これはほぼ趣味でやってる研究ですけども、で、今日の話はこの微生物統合データベースです。で、微生物自体はもう我々のお腹の中であったり口の中、あとはもうその皆さんの机の上とかにも多分普通にいると思われます。ただ、そもそも見えませんので、そもそも肉眼では見えないので、なかなかそれらが何やってるかというのはよく分からなかったと。で、特に微生物の大きな特徴としては、環境と密接に関与しています。それは窒素固定であったり、さまざまな、あと硫黄代謝などさまざまな代謝というような化合物を介した関係以外でも、他にもいろんな関係として彼らは環境と相互作用しています。ですので、その環境というのをのりしろにして微生物の研究の成果というのは、バイオだけではなくて、さまざまな分野、建築であったり他にもさまざまな分野と連携することが可能となっています。で、これらの微生物ですが、先ほど田畑先生もおっしゃっておりましたけれども、多くの微生物、環境中の微生物は培養することが難しくて、なかなか実験室では扱うことが困難です。で、それらを環境という視点で解析するという手法がメタゲノム解析というものがあります。で、このメタゲノム解析は、環境中の微生物の群衆から丸ごと DNA を抽出します。したがって、この中にはさまざまな種類の微生物が大量に存在していて、この群衆自体もさまざまな種類の微生物が存在してますね。そこから取った DNA 自体もさまざまな種類のゲノムが存在しています。で、これらのゲノムから、ここまさに統合ピクチャーを使っているんですけども、このハイセックなどのシーケンサーを使ってシーケンシングをすることによって、混ざり物の DNA の配列を得ます。で、それらから情報解析、アセンブルであったり遺伝子収束などさまざま、あとは配列相互制限策などをして、次の後藤先生の話になるケグのデータベースとかを使いながら、そこに何がいて、かつ個別の遺伝子の機能も分かりますので、それらが一体何をしているのかというのを明らかにするという手法です。で、このメタゲノム解析は新型シーケンサーの発展というのもあって、もう10年ぐらいで非常にたくさん行われていて、一つ大きな例としては、この人のマイクロバイオ解析ですね。人のお腹の中であったり口の中、他にも皮膚であったり、さまざまなところにいる微生物群衆が健常者でまずはそれぞれ何をやっているのかと、あとどういう機能を持っているのかというのを明らかにするというのが、2000年代の後半ぐらいから非常に活発に行われていて、このデータはもう数十万件データベースに登録されています。それ以外にも、これも今年出た論文ですけれども、土であったり、あとは植物の表面だったり根っこ、あとは動物の腸内、あとは海水などのさまざまな環境中の微生物群衆を、同じ実験プロトコールと同じ情報解析のプロトコールで比較できるように解析して、それらをカタログ化するっていうのが、アースマイクロバイオプロジェクトという研究、これはもう5年以上前から始まってたんですけども、この前初めて統一的な論文が出ました。したがって、今メタ16エスメタゲノム解析のデータというのは非常に高速な、大量に溜まってきていまして、2014年の段階で僕が整理した限りだと、メタゲノムのデータというのは大体17万3359件、これは INSDC と言われる3局の NCBI の全バンクと、あとは EBI などが運用している ENA と、あとは DDBJ が運用している DDBJ データベースという、それら3つが運用しているデータベースには大体17万件ありました。
で、それに対して2017年、今年集計するともうこれが69万件以上になっています。このスライドも先ほどこれ集計したので、今回まだスライド、皆さんのスライド、資料にはないんですけども、ちょっと驚いたんですけど、大体4倍ぐらいになっているわけですね、この3年間で。で、2010年当時では、この17万件のうちのかなりの部分がヒトメタゲノムでした。今も2017年の段階でもヒトメタゲノムのデータは27万件で、大体半分弱を占めてはいるんですけども、それ以外にも海であったり、土壌だったり、あとマウスの腸内など、人以外のさまざまな環境中の微生物群種のメタゲノムデータというのが蓄積されています。で、ここまではメタゲノムの例を紹介しましたけども、それ以外にも当然ゲノムなどは、パックバイオだったりナノポアのシーケンサーなどは、割と簡単に完全ゲノムをバクテリアだったら決めることができますので、これらのゲノムデータも数万件以上は簡単に登録されていますけれども、ありますし、あとは感染症、当然食中毒菌であったり、さまざまな病原菌がありますね。それらのスニップデータですね、これはもう数千株規模でゲノムが決められたりしていますので、それらのデータ、また川端先生の方で紹介がありましたオーソグ、各生物が持っている遺伝子を配列類似性などでつなげた、もう進化的な関係性でつなげたオーソログデータベースだったり、あとは系統分類、あとは微生物の菌株、ものの情報ですね。情報というのはいろんなデータベースにたまっています。で、これらのデータベースはそれぞれ非常にいいデータベースがたくさんあるんですけれども、ただもちろんその微生物の専門家は皆さんこれらのデータベースを渡り歩いて、さまざまに検索して、もう何回も何回も検索して情報を得ることができるんですけれども、例えば僕らみたいな情報解析をする人間からすると、それぞれのデータベースをつないでデータを集めて ID を統一したりして、非常に大変なことをしなければいけない。あとはまだ微生物にあまり知識がない方にとってみれば、どのデータベースがいいのかっていうのはそもそも分からなかったりするので、そういうもっと微生物の知見というのを多くの人たちに広げるためには、この統合データベースが必要だろうと我々は考えています。で、ただ微生物といってもさまざまな情報がありますので、その中で特にゲノムの情報とを軸として、そこにつなげられるような微生物の情報をまずは統合していこうと考えて、我々は統合データベースを作っています。で、構築しているメンバーとしては、プロジェクトのヘッドは黒川先生、国立電学研究所の黒川健先生で、私もその研究室に所属しておりますけれども、遺伝研のグループと、あとは岡崎にあります基礎生物学研究所のグループ、東京工業大学のグループ、あとは千葉県にあります千葉大学の心筋センターの、主に心筋のゲノムなどをやっております先生方のグループという、全部で4つのグループからなっている、この割と大きなグループとなっています。で、ファンディングとしては予算の出所としては JST の NBDC、 バイオサイエンス統合データベースセンターの統合化推進プログラムで2011年からですね、サポートをしてもらっています。で、作っているデータベースとしましては microbe.db.jp と、もうすでに公開されていますけど、こういうデータベースになっています。で、この中では遺伝子、系統、環境というような大きな軸に沿ってゲノムにつながるような情報、微生物の情報を整理していっています。このマイクロブ DB の中では使っているデータ構造は少し特殊でして、今回初めて出るんですけども RDF という、普通のデータベース、昔の方のレガシーのデータベースですと、大体テーブル型のデータベースというものを作っています。それに対してこの RDF のデータベースですと、もうネットワーク型のデータベースといいまして、全てのデータを主語、述語、目的語という3つ組のこのネットワーク形式、グラフ形式で表しています。で、それらをどん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 つなげていくという形のデータベースになっています。いろいろ利点あるんですけど、それに関しては今回は省きます。そうやってさまざまな、それぞれがもうかなり定評のあるデータベースのデータを我々の方でつなげていく、統合化していくという作業をしており、それは基本は各データベースで ID が同じものを使っていてくれれば簡単につなげることができるんです。ですが、世の中そんなに甘くはなく、この ID が同じものを使っているということだけでつなげられるのはせいぜいこれぐらいと。で、まだ全然他の、例えばメタゲノムとか全くつながらないわけですね。で、それらをつなげようとした場合に一つ手がかりになるのが、例えば名前、微生物の名前だったり、あとはその微生物がどこから分離されてきたかっていうような環境の情報ですね。カルチャーコレクションの個々の微生物に関しても分離された環境という情報がありますし、個別のゲノム、
を読んだ微生物に関しても分離されてきた環境という情報があります。あとメタゲノムは当然環境から分離されたサンプルですので、それは全て環境という情報を持っています。でこれらの環境という情報、言ってみれば概念みたいなものなんですが、それを元にしてつなげるという方法も取っています。でそのためにはどうしてもこのオントロジーというさまざまな人間が考えている概念をコンピューターに分かる形で階層的に整理するというようなものなんですけれども、このオントロジーをいろいろと作る必要がありました。でまあこの分かりやすいというか、あまり分かりやすくないかもしれませんが、例えば私の名字に埋まっている森、フォレストですけれども、この森といった場合に皆さんが思い浮かぶ森というのは結構人によって違ったりします。でこれ国際的にもフォレストといった場合に何がそれの、もちろん木の集合体だろうというのは皆さん思うわけですけれども、これ国によって定義が違うんですね。もちろん木の高さ、どこからどこまで、どれぐらいの高さだったら木というのかと、これブラジルの定義だと5メートル以上で、かつその木がどれぐらいの範囲を覆っていったら初めて森というのかというような、いくつかのパラメーターで森というものが構成されていますけど、これが国によって違っていると。これはなぜこんなよくわからないことになっているかというと、そもそも森というのはもともと最近の話ではあるんですけれども、この環境の変動というよりも地球温暖化の話で、森がどれぐらいの規模をその国の中で占めているかによって CO2 の排出量はそれによって決まってくるというのもあって、まあ、政治的な理由でいろんな国が独自の森の定義をしているわけですね。でそういう複雑な事情があったりして、同じようなことは土にも言えるわけで、外国から土を持ち込むことというのは植物貿易法によって基本的に今日本では禁止されているわけですけれども、それと同様にじゃあ土とは何かという話というのも国によって定義が違うと。で環境というのはかなりそういう政治的な事情で個別のフォレストだったりソイルとかいろんなものが定義が国によって違ったりしますので、それらを何も考えずに同じソイルと書いてあるから全部そのまま統合しようとすると、そもそも指しているものが全然違うということが起こってしまいます。なので我々の方でメタゲノム、マイクロブズ、エンバラメント、オントロジーで環境に、微生物の生息環境に関する定義を再定義して、いろんな語彙を再定義するということが必要でした。でこのようなさまざまな概念、これは先ほどの例はこの環境に関するものですが、それ以外にもさまざまな概念というのは我々の方で定義していって、どんどんデータを統合していくということをしていきました。そうすると微生物の群子、メタゲノムデータとゲノムだったり、あとはカルチャーコレクションのデータというのも環境とつなげられますし、微生物の系統名をつなぐによって個々の微生物と、あとはゲノムの情報もつながるというような概念による統合をしました。でもそれでもやっぱメタゲノムとオーストクなどはつながりません。でこの2つをなぜつなげる必要があるかというと、結局皆さんが注目している個々の遺伝子というのがどういう環境に多いのかという情報というのは、メタゲノムデータを活用するのが一番早道なんですけれども、そのためにはどうしてもこのオーストログとメタゲノムをつなげる必要があると。同様に皆さんが興味ある個々の菌の系統がいて、例えばエシェリシアだったりバチルスとかいろんな菌がいますけども、それらがどういう環境に多いのかという情報は、このメタゲノムの情報を使ってあげると非常に分かりやすいんですけど、現状それはつながっていないので、それらをつなげる必要があると。でどうやってやるかというと、メタゲノムは配列データです。で、ゲノムも配列データ。オーストログの配列データなので、それぞれが遺伝子系統環境に対応する配列データですので、これらの間で配列の類似性というものを使ってあげればそれをつなぐことができると。ですので我々はさまざまな微生物のデータというのを概念による統合、オントロジーを使った統合と配列を使った統合という2つのやり方で統合していっています。そうするためにはどうしても、例えば今までのデータベースに存在するメタゲノムデータというのは基本は全てただの配列データです。で各配列にどの微生物から得られたどういう遺伝子ですかという情報は紐づいていません。単なる100ベースぐらいのその ATGC の並びでしか登録されていないです。で、それらは我々の方で再アノテーション、すべて解析し直して再アノテーションということをしています。これはさすがに個々の研究室ではできないので、遺伝研のスーパーコンピューターを使って60万サンプルほどのデータを再解析したりしています。で、統一されたプロトコルで解析しているので、互いに比較することができるようになっています。そうしてメタゲノムと系統だったり、メタゲノムと個々の遺伝子をつなぐことができるようになっています。RNA シーケンシングにも同様に解析をして、そうしてさまざまなデータというのをつなげていくということをしています。で、これらのデータというのはもちろんマイクロビ DB のウェブサイトで検索もできますし、あとは箕輪先生がご説明
してくれました。この生命科学データベースアーカイブから FTP サイトになってますので、そこからダウンロードすることも可能です。でウェブサイトとしてはマイクログリッド、こういうサイトになっています。で今までの、その RDF のデータっていうのは実際のところネットワーク型のデータベースのデータですので、イメージとしてはこんな感じの非常になんか毛玉みたいなネットワーク図になっています。でこれをうまく検索するにはなかなか大変でして、そうするために我々はスタンダードというものを開発していて、まあ、詳細は省きますけれども、基本はキーワード検索で結果を返してくれるようなウェブアプリケーションになっています。さまざまなウェブアプリケーション、個別にちっちゃいウェブアプリケーションになっていまして、これらが非常にたくさんマイクロブリーフには備わっています。であとまだ時間そこありますか。じゃあ、実際にデモをしていますけれども、いつも皆さんによく言われるのは、ユーザーの方に言われるのは、マイクロ VDB なかなか使いにくいということが言われます。で、マイクロ VDB のサイトはこういうふうにテキスト検索で検索できるように、シンプルなユーザーインとトップページにしています。ですが、実際ここで何を検索すればいいのかわからないというご意見をいただきます。マイクロ VDB 自体は、そもそも、マイクロ DB と検索すればトップに出てくるようになっています。で例えば遺伝子名何でもいいんですけれども、これ後ろの方見えないかもしれませんね。見えないですよ。ドナー A というバクテリアが持っている遺伝子があるんですけど、このドナー A って何かって分かる人がいたら微生物のプロだと思うんですけども、普通の人は分からないと思います。とりあえずでもなんか文献から出てきたので、これを検索するということがあると思います。そうすると、そもそもドナー A とは何かっていう情報がここにずらっと書かれるんですが、ドナー A は遺伝子の名前ですので、オーソログの情報が出てきます。で、ここ、各行が各ゲノム中に存在する個別の遺伝子を表していますけれども、今テキストでドナー A と検索しましたので、ここでちょうどこの場合だと、クロモソーマルレプリケーションイニシエーター、染色体の複製の開始にかかる遺伝子なんで、の、複製にかかるタンパク質をコードしている遺伝子なんですけれども、このドナー A のところに引っかかったのがわかるんですが、重要なのはここのオーソログループですね。個々のゲノムの各遺伝子が配列が類似しているので、互いにゲノム間でつながっているわけですけど、それをオーソログと定義していますが、全部この同じ ID、647番を表しています。なので、ドナー A というのは、基本はこのアノテーションが微妙に違っているとしても、すべて647番のオーソログだと考えられます。結局、このドナー A というのはどういう微生物が持っているんだろうかというのが知りたいだろうなと考えて、そうすると、このオーソログを見ると、この647番というのはドナー A のことですよという説明が出てきますが、メンバーとして大体795個の遺伝子がこの中に入ってますよという情報がここに書かれていると。で、具体的にどういう微生物が持っているかという情報がここに書かれています。だからそういう情報はあるんですが、ちょっと見にくいので、これは系統図ですけども、個人的にお気に入りの図がこれなんですが、結局ドナー A がどういう微生物が持っているかと見た場合に、ここバクテリアです。この赤くなっているのがバクテリアです。で、これが真核微生物。真核微生物のデータも多少入ってますので、でこれが古細菌。で、この色が緑になっているということは、その系統分類階層の下にある微生物群は、ほぼすべてそのドナー A を持ってますよということを意味しています。なので、バクテリアはほぼすべて緑になっているので、ドナー A を持っていると。それに対して、真核生物とアーキアはこのドナー A を持ってないわけです。というのがこの図からすぐわかるわけですね。一部例外とかもあって、この例外は意外と面白いんですけども、バクテリアでもいくつかの系統は白になっています。つまり、ドナー A を持ってないと。で、ドナー A、DNA の複製に関しては、教科書で皆様習ったかもしれないです。昔習ったかもしれませんが、アーキアと真核微生物は結構似ていて、かつ、バクテリアは割とアーキアとか真核微生物とは違った複製様式を持っていたりしますので、なので、ドナー A というのはその複製の開始にかかるタンパク質をコードする遺伝子なので、
バクテリアほぼ全て持っているに対してアーキアと真核生物は持ってないというようなこういう図が分かるわけですね。で自分が興味ある遺伝子というのがどういう微生物が持っているのだろうかという系統プロファイルと我々は言いますけど、それがこの図で一目で分かるという遺伝子に関してはこういう使い方が一番しやすいです。でそれに対してマイクロブディベンはやはり環境というのを売りにしていますので、例えばお腹の中を意味するガット、まあ、消化管を意味するガットというので検索しますと、いろいろと出てきはするんですが、当然我々はガットというのは消化管だということを考えていますので、ガットというのは消化管ですよと、その定義も一応書いてはあります。で、メオという先ほどの微生物の生息環境に関するさまざまな概念を階層的に、だいぶ重たいので出てこないんですが、表したこの図だと、すみません、僕の携帯のネットワークが遅いのかもしれないんですけど、ちょっともう一回言います。ガトというのはまあこういう環境分類になってますよということを表されていますけど、まあ、重要なのがこのメタ 16S リボソーム RNA 遺伝子という系統マーカー遺伝子がありますけど、それだけを PCR で増やして環境中からそのシーケンスすると、まあ、そこにどういう微生物がいるかというのが分かる解析手法ですけども、そのデータというのがたくさんあるので、その個々のサンプルのリストが載っています。これクリックすると詳細なメタデータ、詳細といってもあんま詳細じゃないんですが、ストゥール、まあ、これ腸がストゥールから取ったとか、ホモサピエンスの女性から取りましたよと、あんまり個人情報なのでそこまでは書いてはいないんですが、で、ここのサンプルの系統組成ですね、この場合だとパラプレボテラというのが多くて、他にどういう菌が多いのかという情報が書いていたりすると。で、それ以外にもこれショットガンメタゲノムですね、あの遺伝子機能組成まで分かる方、これウイルスとかもちょっと出ちゃってますけども、さまざまなショットガンメタゲノムがあって、その当然メタゲノムからも系統組成を出すことができますので、その系統組成とかも出ていると、まあ、バクテロイデスが多いとか一般的な腸内で伝えたそうですけども、そういう情報が出てきたりすると、あとはその人の腸内で多いようなケグ、このケグに関しては次の後藤先生から説明していただきますが、そのケグのパスウェイのどのパスウェイが多いですかと、当然リボソームとか多いのは当たり前なんですが、全部の微生物が持ってますので、そういう情報が載ってたり、あとはそれをグラフ化してくれたり、ちょっとこれはかなりビジーなグラフですけども、人の腸内、ガットが、ワードと似たような環境として、人の口腔内とか、小腸とか、口とかいろいろあるんですが、それらの遺伝子機能組成はどうなってますかと、互いにこの比較できるようなグラフだったり、さまざまなものがあったりします。ちょっとあまりにも多すぎるんで、詳細省きますが、今、それぞれの、この、黄色の枠をスタンダードと呼んでますが、これらに一体これは何を意味しているかというのをヘルプを一通り全て書き終わりました。今これをサイトに反映している最中なので、おそらく来年初頭にはもうすぐこれクリックすると日本語でこの例えばこのサンプルアマウントというのは何を意味していますかということを書いてあって、あと英語でも書いてあるようなことがサイトに飛ぶようになっています。例えばこのサンプルアマウントですと、結局このガット腸内のメタゲノムのデータというのはどれぐらいの時期から出始めましたかというのをこの積み上げのグラフで表していまして、これを見ますと大体2010年ぐらいからだいぶ増えてきていて、まあ、新型シーケンサーが普及してからですね、どんどん増えてきていて、最近はもうとんでもない勢いで増えているなというのがよくわかるかと思います。で、積み上げじゃなくて各タイムポイント、各月ごとのグラフとかも出せるんですけど、まあ、これ見ると、ここで多分国際コンソーシアムかなんかが
多分ヒューマンマイクロバイオームプロジェクトだと思うんですけどもが、これもう一気に出したので、こんなとんでもないサンプル数になっているんですけども、こういうことも見えると。割となので、統合データベースというものなので、非常にさまざまな情報というのが一個のウィンドウで出てきてしまいます。なので、一体自分が何を検索したかったのかっていうのが分からなくなるというようなこともあります。そこだけちょっと気をつけないといけないところなんですが、ただ基本は多くの人がいろんなデータベースにそれぞれ検索しに行って、そこで見ている内容のの大体は表示できるようにしています。もちろん個々の、例えばメタゲノム専門のデータベースだったり、ゲノム専門のデータベースは非常によく作り込んであって、それぞれで専門の解析だったり、専門の検索とかをすることができるようになっているんですけれども、それらには一歩及ばないとは思うんですが、やはりビギナーの方だったり、あとは実際にバイオインフォの解析とかしたいとか、あとはいろんなデータを一気に見たいという方にとっては使えるデータベースになっているんじゃないかなと思っております。で、マイクロブ DB の紹介に関しては、時間がそうですか。こんなところです。はい。ありがとうございます。デモまで失礼しまいまして。はい。ありがとうございました。